納豆って火を入れると栄養素が壊れるからダメだとか言われるんですけども、まず食材っていうのは火を入れれば栄養素壊れます。でも皆さん火を通した野菜食べるじゃないですかって言ってんのと同じなんですよ。確かに火を入れると納豆キナーゼっていう酵素はなくなります。ただ納豆っていうのは納豆キナーゼが失われたとしても他に栄養素がものすごいあるんで、納豆キナーゼが失われたとしても美味しいんだったら食べた方がいいっす。納豆なんかね栄養の宝庫だから火を入れてでも絶対取った方がいいから納豆のいろんな料理に使えるポテンシャルを潰してしまうのはあまりにももったいないです。